こんにちは、Dさんです。今日なんですけれども、久しぶりにiHerbの購入品を開封していきたいと思います。今回はですね、4箱お家にございましたので、この4箱何が入っているのか開けていきたいと思います。本当はまだこんなにあります。今回はですね、小さいのが2、中が1、大が1なので、まずはこの小さいのですね、これ。これ結構ボリューム感あります。小さくても、この大きいのよりも重いので、こいつから開けていきたいと思います。まず1箱目、ホイットニー・ヒューストン。まず1つ目ですね。なんだっけこれは。まず1つ目はスーパーバイオのビタミン C でございます。このビタミン C はですね、僕が今レギュラーで飲んでいる、ビタミン C のサプリなんですけれども、脂肪を燃焼する際にも、ビタミン C って使われるので単体で今減量中なので飲んでいます。これはですね、タイムリリース型のビタミン C と言いまして、時間とともにゆっくりと吸収されるようなビタミン C なので、こちらを取るようにしてます。で、ビタミン C なんですけれども、ビタミン C のサプリはですね、美容目的、アンチエイジングとか抗酸化作用目的で飲むのであれば、ビタミン C プラスビタミン E を一緒に取ることによって、抗酸化作用の働きが高くなるので、美容目的で飲む場合はビタミン E も一緒に摂取してあげることがおすすめです。 BWC のフェイスクレンザーでございます。見てわかる、これめちゃくちゃ漏れちゃってる。わあ。iHerbで液状のものを買うときは漏れる可能性があるので気をつけて。このフェイスクレンザーはですね、 3% の AHA が配合されている、洗顔料でございます。AHA というのはアルファヒドロキシ酸、いわゆるグリコール酸ですね。水溶性の、ピーリング成分があるものです。よくですね、ニキビにニキビ跡に毛穴にみたいな SNS とかで見ると思うんですけども、そういうので本当に効果的なものっていうのは、やっぱり角質を削ってあげていくことが大事なので、こういうようなピーリング作用が入ったものなんですよね。サリチル酸のピーリングなどは、グリコール酸もそうですけど、美容クリニックでね、治療としても使われているので、そういうものが大切です。特にこれは 3% の濃度で、結構濃度が高いものなので、リンソフといってですね、洗い流す分、濃度は高めにしている、肌に定着時間が短いので。ただそれでもですね、使うのであれば、大体週2とか週3ぐらいから始めてみて、自分の肌に慣れさせてあげることが大切です。本当に効果あるものっていうのは、やっぱり作用反作用で刺激がピーリング系のものはありますので、そこを自分で肌と相談しながら使ってみてください。プシッ。2箱目はですね、チューいきましょう。これはですね、なんかこのiHerbの色がちょっと緑なんですよね。薄緑、これと比べるとちょっと色合いが違うんですよ。特別なものが入ってるのかな。僕が楽しみにしていたものが入っておりました。シンプリーオーガニックのガーリックパウダーです。シンプリーオーガニックって、シーズニング、肉や魚に使うフレーバーたくさん売っているんですけれども、僕ガーリックパウダーそういえば持ってなかったなということで、ガーリックパウダー購入しました。ガーリックパウダーはですね、個人的にはすごく好きなので、ちょっと今回買ってみたいな感じで、これは初めてです、シンプリーオーガニックのものを買うのは。で、次がこちら、ディフェリンデイリーディープクレンザーでございます。で、これはですね、よく皮膚科でもらうニキビの治療薬、ディフェリンゲルありますね。そこの、海外のところから出ている洗浄剤です、顔の。で、これはですね、成分がさっきのものは AHA ですね、水溶性の、ピーリング剤なんですけれども、これはですね、過酸化ベンゾイルが 5% 配合されております。この過酸化ベンゾイルっていうのは、ニキビを抑制してくれるような働きがあるので、この過酸化ベンゾイルっていうのはベピオゲルというニキビの治療薬に配合されている成分です。こういうような過酸化ベンゾイルやディフェリンゲルに入っているアダパレっていうものは、日本ではですね、処方箋でもらうことになるんですけれども、海外では普通に売っているんですよね。で、最近はこういうような個人輸入だったりiHerbで購入することができるので、こちら僕は購入したような感じです。で、ニキビが本当にできてしまったニキビ肌の方っていうのは、過酸化ベンゾイルを使ってあげて、ニキビを抑制してあげることが大切です。で、これはですね、どっちかというと、そういう色素沈着とか毛穴の黒ずみなどを改善していくというふうに考えた方がいいです。ニキビ関係の洗浄剤とかニキビ関係のものでも使い方によって成分が違ってくるので、そこをうまく使って、本当にニキビがある方で困ってる方とかは、ニキビをまずは引かせることが大事なので、酸化ベンゾイルが入っているものを使うといいと思います。次はこちら、フィーニって読むんですかね、バルサミコ酢でございます。 USDA オーガニック、オーガニックのバルサミコ酢なんですけれども、ここの絵見てください。これトマト、モッツァレラ、トマト、モッツァレラ、トマト、これベビーリーフかな。この組み合わせが非常に好きなんですよ、食べるので。バルサミコ酢、これね、
15ミリ、大さじ1杯でカロリー45キロカロリーなので、まあ結構カロリーあるんですけれども、まあ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 いいでしょうと。まあ本当にかけて大さじ1杯とかぐらいなので、まあ45キロカロリーで、まあトマトチーズとかで、これでね、トマトチーズベビーリーフオリーブオイルちょっとかけてバルサミコ酢で、これでね飲む白ワインとかが非常に美味しいんですよ。ちょっとオシャの時のつまみとしてちょっと作るのに、まあ、こちら購入したような感じでございます。はい、普段はねなんか本当に唐揚げくんでもうビールかっくらいながらやってるんですけど、まあ、そういう時間もねたまにはいいなと思って購入しました。こちらラストです。エクストラバージンのオリーブオイルです。で、まあこのオリーブオイルはですね、まあ、なんで買ったかというと送料の調整です。エクストラバージンのオリーブオイルだったらスーパーとかで売ってる方が安いと思うので、スーパーとかコストコとか行った方が全然安いと思いますので、そういうところで買うのがおすすめです。3箱目この大きいのいきましょう。久しぶりにこのサイズ来ました。タコ、これを見ればねお分かりだと思います。クエストニュートリションのプロテインチップス、ナッツチーズフレーバーでございます。いつもの、プロテインチップス来ました。これはですね、まあ、減量中ちょっとしたおやつ、まあ、プロテインバーとかだとやっぱりカロリー高いので、まあ、このプロテインチップス食べたりします。これねちょっと今回やってみたいことがあって、サルサソース、今年の減量でめちゃくちゃ使ってる調味料なんですけれども、この組み合わせ絶対合わねえかと思って購入しました。ちょっと早速やってみます。これは合うよね。じゃあいきます。ちょっとこうすくい気味でね、実食いただきます。メキシカンめっちゃ合う。これ味濃いんですよ。でこれだけ食うと舌バグるんですよ、チーズの味付けが濃すぎて。トマトのちょっと酸味一緒にあるとマジで美味しい。あ、これだ。これマジで酒のつまみですね。これにキリンの一番搾り糖質ゼロで全然乗り切れます。うん、サルサソースなんでマジでカロリー低いんで、 100g あたり 28kcal、 これ一瓶でも 70kcal ぐらいしかないんで、これめちゃくちゃ合いますね。ラストいきましょう。4箱目ちょっと小さいですね。まず1箱目はこちら、プラスホワイトのスピードホワイトニングジェルです。これは過酸化水素が入っているホワイトニングの歯磨き粉で、本当にその歯を白くするには何回も言ってるんですけれども、こういう過酸化水素や過酸化尿素が入っているような歯医者さんで使われているものを使うのが大事なんですけれども、その中でも歯にずっと定着させてるとリスクが高いので、こういうリンスオフ、まあ、すぐ洗い流すようなタイプ、洗顔とか歯磨き粉みたいなのがおすすめです。で次はコエンザイム Q10 です。これはですね、補酵素というもので脂肪をもっと燃えやすい形にしてくれるものです。減量中ですね、マストで飲んでいるものなので足りなくなったので個別に買ったような感じです。減量中の気休めなのかもしれないですけれども、僕は飲んで、まあ、最終的にいつも絞れるのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回購入したのはこういう感じになります。自分のアイハーブの購入品は今までたくさん出してきてるんですけども、何回も何回も買ってるなっていうのは本当にいいものなのでぜひチェックしてほしいです。特にこのホワイトニングのこのジェルとか、ニキビができた人だったら過酸化ベンゾイルが入ってる洗浄剤とか、ビタミン C もせっかく飲むんだったら、まあ、ちょっとタイムリリース系のものを飲むとか、このバルサミコ酢とかオリーブオイルとかは別に普通にスーパーでも売ってるのでわざわざアイハーブで買う必要はないですけれども、ちょっと横文字欲しいというので今回買ってみました。はい、気になるものがあったらぜひぜひチェックしてみてください。それでは。